はい、こんにちは、えー、グランピーです、えー、新しいホイールがですね新しいホイールといいますか再入荷 <laughs> いたしました、えー、グランピーでおすすめしているホイールの中には手組みホイールっていうホイールと缶組みホイールという、えー、2種類のホイールがありますで手組ホイールっていうのは、えー、ハブ スポーク、針金の部分ですね軸とスポークという部分とあとリムっていう感じで全部こう選んでカスタムして作っていけるというものになります。で、缶組ホイールというのはもう完成した形、えー、メーカーがもう作った、えー、その状態で、えー、販売というものとこう2種類あるんですけども今回入荷したのはです、ねえー、缶組ホイールになります。 で、えー、価格は、ですねもう先に言ってしまいます10万円台になります、えー、グランピーでおすすめしている缶組ホイールはですね大体ざっくりですよ、えー、4万円、で6万円、10万円、20万円、40万円と大体これぐらいのこうステップというか差が差が金額の差がありまして今回はもう最初、もうホイール使ってるんだけども何かもう装着して実際に使ってるんだけどもちょっとレベルアップしたいなと。 もう少しこう軽く走れるオイルにしたいいいう方ににおす,すめななものになります、えー、軽くしたいんだけども20万円40万円だと高すぎるちょっとしんどいという時に一番こうグレードを上げたいんだけども価格もそんなになんとか抑えてっていうちょうどいいラインにいるのが今回のオイルセットになります。はい、ではもう早速 どうしようしャンマビックですねマビックのオールロード SL ロードプラスというものになります。でこれはですね650サイズになりますんで、えーまあ TV ので WTV のホライゾンとかですね、えー、テラベルだとランパート、えー、ですとか。 IRC の冒険ですとかそういうものと非常に相性がいいものになりますで、取り付ける車体はですね例えばスーパープロフェッショナルストラグラランドなどなどそれをアクセルと QR タイプとどちらの自転車にも装着できるとただ QR タイプになると別途こうパーツが必要なんですけれどもそれを付けるとですね比較的どんなやつでもいけるようになります はい、こういういやつですねで、えー、実はですね、えー、ちょっと前のモデルと今の現状のモデルってで、えー、違っててですね今どうなってるかと言いますとこれ、えー、これ前用のホイールなんですけどちょっと仕様をご紹介します、えー、センターロックブレーキタイプあのシマノでよく使われるやつですね取り外しが簡単な、えー、センターロックタイプのブレーキにブレード状のスポークこう スポークと言われてたりするんですけどこうペタッとした、えー、形のスポークになってますですのでこう横から見るとですねすごいこのスポークの存在感っていうのが、えー、よくわかると思いますあの黒いラインがスパスパスパッと綺麗に入っているというような見た目をしておりますで、えー、とこれはですね全部マビックの、えー、専用スポークになるのでもしこう使っててこけちゃったって え何か枝が入っちゃったみたいなことがあれば、まあ、これをこうスコッと入れ替えて交換して修理するという感じですね。でこう見ていただくと分かるんですけどこれですね手組ホイールにはなかなか見られないことがここに起こってます。これ何かというとですねこのスポークの穴というのがないんですね。 このまま使いままますリムテープなしこのままいけます。チューブありでもいいですしチューブなしチューブレスですねチューブレスレディでもこのままいけると。でそれが何でそれがいいのかというとですねチューブレスレディの場合中にこうシーラントという液体を入れるんですけれどもそれを入れて、まあ、リムテープを通常貼って使用すると。 えー、液体がです、ね、リムテープのこう隙間に入ったりしてしまうと、ですのでタイヤをこう入れ替えたり、えー、する場合にリムテープもです、ね、一緒に交換しないといけないことが、えー、多々あります、ただこれはもうそもそもリムテープがないのでチューブレスで、えー、タイヤ交換をすぐにやりたいという方には非常にです、ね、おすすめです、もしくは、えー、もうチューブありでもそうです、あのリムテープで、えー、パンクしてしまう、空気抜けてしまう。 っていう要因がです、ね、なくなるので、非常に、えー、経済的にもいいというところです。面、は、倒、いまあ、くさくないというのがいいですね、クリーニングもしやすいという部分ですね。で、えー、これはですねあと、このニップルという、止めるところですね、これが、えー、専用のニップルになってます、ですので、マビックのこうニップル回し工具を使ってこう調整するという感じですね。 ただもうこの初期の状態でもう触れ取り、えー、調整もパっちりできてますんで、えー、もしオンラインショップとかでお買い上げいただいても、まあ、まあそのまましっかりと使えると、まあ、当たり前ですけどね、えー、できるようになってますというものです。で、えーっとですね、これ空気圧空気圧がです、ね、このリムある程度こう決まってまして。 えとですね詳しく、ここに表記があるんですけど詳しくはマビックのホームページを見てくれって書いてるんですけどえ例えばタイヤ 47mm650 の 47mm の場合は2.3ぐらいがいいですよと2 3バール3 3 b s i ぐらいがいいですよとここ書いてます。装着するタイヤによってえちょっと変わってきますので参考にそれぐらいですよというものを。 覚えてておいいくださいで、えー、これがですね前のホイールでこっちがですね後ろのホイールになります、はい、リムはもう一緒ですね、えー、リムテープなしでこう使える、えー、センターロックっていう感じで、えー、使えるんですけどもさっきのこのですね 通常の状態ですとスルーアクスルのものになっています。100の12、後ろが142の10ですね。なんですけれども、別途ですね、えー、あ後ろ142の12、前が100ミリの12ですね。こういうですねパーツが売ってます。これはスルーアクスルルアクを クイックレバー式にするタイプですね、これ、前用かな、はい、ちょっと待ってくださいね、が売ってまして、それを使うと、クイックランドも使えるよとあ、これが後ろ用で、こっちが前用と、あのそれぞれオンラインショップに載ってますので、見てみてください。でこれを、えー 入れ替えるわけなんですけれども、これですね、ここに、まあ、これ今も取っちゃったんですけど、この蓋する、これをはめておくとするアクセルで、これ取って、こいつをこうはめ込むと QR タイプになるという感じです。結構もうし、スポッと抜くだけなんですごいシンプルな構造になってます。はい、これでも装着 OK というところですねあ。あと、これ動画でしかなかなか伝わらないんで、これ回しておきます。これフリーの音 ここれ聞こえるかなせーのこんな音結構静かな音にしなってますはいこういう音になりますねであと,、えー、っとこれも気になるポイントなんじゃないかなと思いましてちょっと重量をですね測ってみようと思いますこれメーカーの,あの数値と実際の 数値って全然違ったりするんで一応ですねここでもうこの場で測っちゃおうとはいこれ測りで後ろですねいきますドンはい何歩ですかねちょっと860ぐらいです 八八百五十ああ百六十ぐらいですね、後ろが八百六十ぐらい、前。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと,ょっとお待ちを。八百六十で前がなんぼでしょうか。 746ぐらいの、えー、重量になってますのでご参考ください。で、えー、この価格価格なんですが、マビックのオールロード SL ロードプラス 650B サイズ、えー、これはですね、前後セットで、えー、税込9万9000円になります。ちょうど10万円をちょっと切ります。で えー、クイックレバーですね、えー、これのアダプター、これが前、後ろともにそれぞれ2530円税込みとなってますので、まあ、大体5000円ぐらいプラスで、えー、QR タイプに変更できますという感じです。で、これですと、えー、在庫が、ね、本体結構入ってきたので、えー、すぐに、えー、出荷できますので、ぜひぜひ新しいホイール、ちょっと自分のホイール グレードアップしてみようかなという方はですね、ぜひ選んでみてください。あの評価結構いいです。あの他のホイール使ってる方もいるんですけど、何個かこう使ってる方もですね、マビックいいよね。走りが違うよねっていう話をですね聞いてですね、あ,あよくあ,あいいですね。それ僕も今度乗せてくださいという感じで <laughs> あ普通に、あの数人あの使ってる方はもうお店の方にもいらっしゃるんですけども、結構評価高いんで。 あのぜひですねグレードアップ考えられている方は選んでみてください。はいということで今回はマービックのオールロードホイールのご紹介でしたどううもありがとうございました。